ラジコンの操作のようなコントローラー購入。あんまんはご飯。今日のあんまんちゃんでございますよ。どうも、こんにちは。あんまんちゃんはね、ご飯食べております。後ろにはね、あんまんちゃんの大好きな手袋が落ちております。ねこのクソ暑いのに手袋をね、持って遊んでおります。あんまんちゃんはね、なぜかね、これ後ろ側から食べてるんですよ。必ずメーカー名がね、見えるように、カメラに映るようにね、ご飯を食べるあんまんちゃんでございます。どうですか企業の皆様。ね、あんまんちゃんに、広告塔になってもらえませんか。それでは、本編スタートです。どうも、ちいさんでございます。こんにちは、こんばんは、ありがとうございます。今日はね、これです。いや、今日はっていうかね、最初にね、ちょっとね、購入したもの紹介をしてみようかなと思います。手は切れないが、ビニールは切れる、ダンちゃんでございます。いやー、ダンちゃんはね、ほんといいですよ。ね、ダンちゃんを買いましたっていうね、連絡もね、多数、ね、いただいております。2件ぐらいね。今回はね、このドラえもんの50周年記念の短編ケースがね、ついてるっていうね、情報をいただきまして、購入しました。こちらでございますね。いや、すごくないっすか、これ。大長編ドラえもんのね、絵が描いてある、あのドキドキとワクワクを忘れない、短編ケースなんですけど、うわー、超テンション上がる。いや、いいっすよ。ね。いやー、私の大好きなね、大魔教もね、ありますし、ね。魔界大冒険もありますしね。いいですね。で、なんかね、今回カードもついてますね。これ何なんですか？ウィクロスなんだっけ知らん。すいません。知ってる方教えてください。これ何のカードなんですかね。あ、ここに書いてあるか。ウィクロス。まあよくわかんない。あ、渡るのね、シールがついてるんですよ、あと。おー、懐かしいなー。あ、ドラえもんだ。いいねー。まあちょっと中身はね、あまり見せられないんですけど、ちょっと可愛い子がね、いたんで。うわ、可愛くないっすか。ペナコ。美少女英雄で、ペナコ。可愛いっすね。ね。きなこ大好きです。信玄餅大好きです。どうも、プニです。というわけで、ゲームの方行ってみましょう。さあ、今日はね、駿河屋の、店舗の方に行ってきたのでね、購入紹介ですよ。購入価格800円。Amazon 価格1500円なんですけど、PS1 のコントローラーですね。ゼロテックっていう、なんかコントローラーなんですかね。まあ、ここでダンちゃん講座なんですけど、使い方なんですけど、こうやってね、こういうの切るときはね、早く切ってもダメ。寝かしてね、ゆっくりね、時間をかけてね、優しく切ってください。そうするとね、大丈夫ですからね。こんな感じのコントローラーです。ラジコンみたいでしょ。ちゃんとね、LR もボタンがあるんですね。これがよくわかんないけど。これは、いわゆる L2、R2 ってやつなのかな。で、これがあれ、スティックの代わりかな。どうすか？ホリコンですよ。私大好き、ホリコンでございます。それではね、ちょっと磨いていきますか。ね。さあ、まずはね、最近買いました連絡をいただいております。アビリティクリーンでございます。アビリティクリーン布教計画がね、だいぶ進みまして、みんな買ってくれるようになっております。これね、アビリティクリーンで拭いてね、全然汚れがつかないからね、これはね、結構綺麗に使ってたみたいですね。で、アビリティクリーンで拭いた後はね、脱脂もされちゃうんで、シリコンスプレーでね、こうやって、磨いて黒光りさせましょう。ね。みんな大好き。黒光りでございます。何のこと言ってんだろうね。もう、全然ダメだよ。最近トークも冴えないプニでございます。さあ、これもね、磨いていきます。もう直接ぶっかけちゃいましたけどね。ちゃんと拭いときゃ大丈夫ですよ。結構綺麗になるでしょ。ね。黒光りした感じですね。で、ケーブルもアビリティクリーンでね、こうやって拭いていきますけど、ケーブルもね、汚れてなかった。駿河屋のね、今回行った店舗はちゃんと綺麗にしてんのかな。綺麗なものが多いんだよね。あまり、その、汚れてるものが少ない。端子部はコンタクトスプレーですね。多分磨いてるんでしょうね。よいしょ。こんな感じかな。というわけで、動作確認していきましょうとちいさんが言っております。これね、クイクイするぜって、行ってくるぜと、言っております。それでは、動作確認です。さあ、リッチレーサーでやっていきます。ワイプの方にね、コントローラーもね、こう出すようにしました。どうですか？ウェブカメラ買ったんで、結構ね、楽なんですよ、こうやって出すの。で、今ね、スタート失敗しましたけど、壁にもガンガン当たってますけど、超難しいっす。すごいんですよ。遊びがないんですよ。なんだろう。もうね、ちょっとひねったらね、クイーンって感じ。クイーンって。オーバーステアになるんですよ。いやー、すげえな、これ。まあ、もともと、なんだろう。ハンコンみたいにね、微妙な調整をするコントローラーではないのかな。これね、多分ね、なんかアルカノイドとか、ああいうブロック崩し系やった方がね、いいかも。いや、これ難しいわ。いや、全然ダメ。いやー。元から全然ダメなのもあるけどさ、輪にかけてダメ。ガンガンぶつかるし、どういうことって感じ。これはコントローラーが悪いのよって感じです。いや、でもまあ、こんな感じでね、操作ができるんで、ぜひ皆さん、購入してみてはいかがでしょうか。この動画見て買う人はいないでしょうけど、それでは動画もゲームオーバーです今日も見てくださってありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。いやー、なんかね、ちょっと珍しいコントローラーがあって買ってみましたけれども、これを使うことはもうないかな。バイバイ。